回の特徴に当てはまっている人がいたら、相手の運気を上げる女性の証拠でもあると言えますよ。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。日本には昔から内助の功と言われる慣用句がございますよね。いわゆる家庭にあって夫が外で元気にバリバリ働けるように下支えする妻の功績、男性の社会的成功を祈ってその陰で支える女性の能力を指して内助の功と申します。つまり男性側からすれば一緒にいて運気を上げてくれる女性のことでございます。世間では俗に上げマンと言われることが多いそうなんですけれども、今回はそんな上げマンと言われる運気を上げる女性の特徴についてご紹介していきたいと思います。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。陰徳って皆さんご存知ですか？陰徳というのは人知れずこっそり行う良い行いのことでございます。陰で徳を積むと書いて陰徳を積むなんてことを申しますけれども、逆に人の見ているところでする行いのことを陽徳と呼び習わしております。これね、どちらも徳を積む良い行いに違いはないんですけれども、どちらかといえばやはり人知れず行った陰徳の方が徳を積んで運気を上げる効果は間違いなく高いと言えます。例えば人のために行動したこととかね、その自分の行いが誰か人を助けることにつながっているなどね、そうやって人知れず誰かを喜ばせていたり助けになっていたり、人の運気を上げることで自分の中に陰徳が積まれて、望まずとも自然と良いことが自分の元へ返ってくるというね、そういった因果の真理がこの世の中にはございます。なので自分の運気を上げたいと思われたら、まずは自分のためにではなくて誰かのために自分の時間と労力を惜しまず喜んで行動するようにいたしましょう。そうやって陰徳を積まれたらよろしいかと思いますよ。掃除をするとかゴミを拾うなんてこともこれね、陰徳を積む行為ですし、人が喜ぶ言葉をかけるですとかね、人には笑顔で接するとか、誰かの幸せを祈るのもこれね、陰徳を積む行為と言えますよ。どれも自分が人からしてもらったら嬉しいことばかりですよね。そして陰徳を積んだ本人も誰かの幸せのために貢献できたというね、そういったセルフイメージが上がるものでございます。陰徳を積む行為は自他ともにね、幸せになるための宇宙心理的なスピリチュアル行為と言えます。この陰徳と陽徳の違いなどにつきましてはね、こちらの動画に詳しいので、ご興味のある方はぜひこちらもチェックなさってみてくださいませね。ということで前置きが少し長くなってしまいましたけれども、相手の運気を上げる特徴の大前提に陰徳を積める人というキーワードがございます。この陰徳を意識しながら、それではいよいよ運気を上げる女性の特徴について今回は5つに絞って解説してまいりたいと思います。今回の特徴に当てはまっている人がいたら、相手の運気を上げる女性の証拠でもあると言えますよ。それでは早速行ってみましょう。運気を上げてくれる女性の特徴、1つ目は常に笑顔を絶やさない。笑う角には福来たるということわざがあるように、常にニコニコ笑顔な女性は幸運を引き寄せる人でもあります。笑顔の女性の周りには和やかなムードが漂っていて、カリカリしていた気持ちもその笑顔に癒されてね、いつの間にか楽しい雰囲気に包まれるものでございます。運気を上げてくれる女性というのは同性の友達はもちろんなんですが、異性の友達からも好かれる存在になっていることでしょう。そんな笑顔の女性のことを意味嫌う女性もたまに見かけます。そういう女性は逆にね、運気を下げる女性である可能性が高いと思っていただいて、ほぼほぼ間違いないかと思います。運気を上げてくれる女性の特徴2つ目はポジティブ思考。運気を上げる女性は何事もポジティブに物事を捉えることができる能力を持っております。愚痴を人に聞かせることもありません。一緒にいると明るい気持ちになるという女性に共通しているのは、明るくてポジティブ思考な人ですよね。前向きポジティブに考えられる人は、たとえ意見が食い違ったとしても喧嘩をした時なんかでもね、いつまでも根に持ってネチネチいたしません。お互いの関係をより深めるためには必要な意見交換だったんだとしてね、前向きに受け止めております。あくまでお互いの今後にとって必要なことだったんだとポジティブに考えられる人、一つ一つの出来事を無駄にいたしません。たとえそれが相手からの理不尽な言動だったとしてもね、その言動を真摯受け止められる思考の転換ができる人でもありますから、不毛な言い争いで終わることはございません。理不尽なことでも言われるうちが花と言ってね、さっぱり前向きに受け止められる人でもありますので、ますます素敵な女性へと進化し続けられる人でもございます。何か事件が起きたとしても、その場の雰囲気を壊すこともなくね、思いがけないアクシデントもさらっと素敵な思い出に転換できる、そんなポジティブ思考をお持ちの女性、最高に運気を上げてくれる女性の特徴と言えますよ。運気を上げてくれる女性の特徴3つ目は自分に自信がある。運気を上げてくれる女性は自分に自信を持っております。自信といってもね、嫌味な自信ではなくて内に秘めた自信でございます。そういった自信はそれまでの経験値が大きな鍵になるかと思うんですけれども、運気を上げてくれる女性は決して自己否定なんていたしません。もちろん自己中でもありません。背伸びもせずに人のマウントを取ろうと
もせずに常に等身大の自分で周りの人をもっと自然体でね受け入れる度量をお持ちでございます。逆にねどうせ私なんかと言っては自己否定する自分自信のない女性も少なくありませんけれども、そういう女性はあなたの運気を下げる特徴を持っている可能性がありますから、付き合う時は要注意でございます。とはいえ類は友を呼ぶというようにね、自分もそういうネガティブな言動をしていないか、そういう思考に陥っていないか、もしそういう女性が周りに集まっているようでしたら自分を見つめるチャンスだと思ってね自己反省なさることをお勧めいたしますよ。運気を上げてくれる女性の特徴4つ目は、一途で積極的に愛を注いでくれる。運気を上げる女性は何に対しても積極的でございます。人間関係においても決して受け身ではありません。男性からの気持ちを受け入れる人間的器はもちろんあるんですけれども、それ以上に自分のエネルギーをお相手の男性に注ぐ力を備えておられます。男性側からすれば一途で積極的な愛情を与えてくれる女性ですので、愛情を注がれた男性はどんどん自信がついてまいります。まあ一途な愛情といってもね、じめっとしたねストーカーのような重たい気持ちではなくて、さっぱり爽やかでね温かい愛情だからこそ、結果的に男性が仕事に集中できたりとか、前向きに新たにチャレンジするエネルギーを生み出していくことができるんだというものでございます。運気を上げてくれる女性の特徴5つ目、見返りを求めない。男性に見返りを求めない強さを持っている女性は運気を上げる女性でもあります。じゃあ逆に見返りを求める女性ってどんな人なのかと申しましたら、見返りを求める人は自己中心的な人と言えますよ。親が子供に注ぐ愛情を昔から無償の愛情と言いましてね、これだけ手をかけてやったんだからこれぐらい返しなさいよなんてね、見返りを求めるのは本当の愛とは言えませんよね。無償の愛はどこまで行っても見返りを求める心なんてみじんも持ち合わせておりません。全てはその人のため。見返りを求めてしまうのは人間の性でありますけれども、そんなことを期待していてはただただ運気を下げる原因の種をね自分で作ってしまっているとも言えますよ。好きな異性に尽くすだけ尽くしても、そんな自分が相手にしてあげたことは綺麗さっぱり良い思い出としてね忘れられる人は運気を上げてくださる女性でもあります。逆に自分がしてもらったことはいつまでも忘れないで感謝できる人でもあるんですよね、そういう人は。ということで以上5つ運気を上げてくれる女性の特徴、1つ目は常に笑顔を絶やさない、2つ目ポジティブ思考、3つ目自分に自信がある、4つ目一途で積極的に愛を注げる人、5つ目見返りなんて求めない無償の愛情をお持ちの方。以上の5つに絞ってご紹介しましたけれども、まだまだ特徴はございます。例えば性格的にとにかく素直な人だったりね、ブレない芯の強さを持っている人も運気を上げてくださる女性の特徴でもあります。今回ご紹介した5つの特徴に加えて、この素直で芯が強い人っていうのはね、もう何をさせてもね完全にマスターしていける人でもあると言えますよ。実はね自分の持っている能力以上の実力を発揮して物事を体制させる人の特徴にも実はこれ当てはまってるんですよね。同類の人物はお互いに引き合うもんですけれども、普段付き合っている仲のいい友人関係を見ればもう一目瞭然でございます。笑顔があふれる素直で芯のある人たちが周りに集まっているのか、ネガティブな方向を向いてぐちぐちジメジメしている人たちと付き合っているのか、その人友人関係は気持ちのいい人たちの集まりか否か、そこを見ればね気持ちよく運気を上げてくれる女性かどうか見極めることができると言っても過言じゃないでしょう。とはいえね、周りにネガティブな人が多くてね、社会人になってから付き合いたいと思える友人が見当たらずに、一人でいる女性だからといってその女性が運気を下げる女性と思うのをまだこれ男性側の総計と言えますよ。たとえ友人が少なくてプライベートは一人で過ごしている女性だったとしてもね、今回ご紹介した運気を上げてくれる特徴を持っている女性であれば全く問題ございません。その女性はあなたの運気を上げてくれる素敵な人と言えますからね。ちなみに運気を下げる女性の特徴には、感謝の気持ちを持つことができなかったり、嫉妬心が強くて人の足を引っ張ろうとする人だったり、不規則な生活を送っていたりね、自己肯定感が低くて自信がなかったり、そのくせね人の悪口は平気で言うし、噂話も好きだったりするような女性はあなたの運気を引きずり下ろされる可能性を持っている女性でもあるかと思いますので、その点は注意しながらね付き合っていただければ幸いでございます。また一見運気を上げてくれる女性のように見えて中身は全然違うという女性もおられますので、自分は鈍感だなと思われる男性諸君はね、より意識して女性と付き合うようになさってみてくださいね。ということで今回ご紹介した運気を上げてくれる女性の特徴に当てはまっておられたという女性の方は、相手を最大限生かすことのできる素敵な女性と言えます。素晴らしい。
もうね、断言いたします。ぜひその素敵な長所を伸ばし伸ばされて、パートナーの良さを最大限引き出していただければと思いますよ。引き出された男性の運気はどん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 上がっていくかと思います。そうやって相手の運気を上げることで、あなた自身の徳は積まれます。陰徳を積めば、あなたが望んでる以上の良いことは必ずやってまいります。ぜひね、そんな運気を上げられる素敵な女性を目指されて、ご自分の人生を輝かしいものに築き上げていっていただければ幸いでございます。それでは今回の話が参考になったよと思われたそこのあなた、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。